ジョン・リチャード・ハーシーは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、小説家。原爆投下直後の広島での取材をまとめたルポ、広島で知られる。中国、天津生まれ。父親は宣教師で、両親は現地で YMCA の活動をしていた。10歳の時に、アメリカに帰国。イエール大学とケンブリッジ大学に学ぶ。1936年に卒業後。 シンクレア・ルイスの秘書兼、タイムの海外特派員となる。第二次世界大戦中、特派員として欧州やアジア各地を転々とした。妻のフランシス・アンは、学生時代にジョニー・ F ・ケネディと交際、婚約まで考えた関係であった。1944年6月17日付のザ・ニューヨーカーにジョニー・ F ・ケネディの父・ジョセフ・ B ・ケネディの依頼で、ジョンの英雄譚を執筆している。 1944年、イタリアでの経験をもとにした小説、アダノの鐘を発表。1945年にピューリッツァー賞小説部門を受賞した。1946年、原爆投下直後の広島での取材をまとめたルポ、広島をザニューヨーカーに発表、大きな反響を得る。広島は、アメリカでは、学校の社会科の副特本として、 長きにわたり広く読み続けられ、また、20世紀アメリカジャーナリズムのトップ100の第1位に選出されている。1993年3月24日、78歳で死去。ありがとうございます。